ブリッツン・ベンツは1909年にドイツのマンハイム・ベンツシーによって製造されたレーシングカーである。1910年に速度記録を樹立した。ブリゼントはドイツ語で来航、先行を意味する。空気力学を向上するために製造された6台の中の1台で工程容積21,504立方センチメートル 200HP 直列4気筒エンジンを搭載した。 グランプリレース用自動車だった。6台が製造された中の2台が現存して1台はメルセデス・ベンツが所有しており、もう1台はアメリカの収集家が保有する。1909年11月9日にイギリスのブルックランズでフランス人レーサーのビクトル・エメリが操縦し 1km 以上の平均速度 202.7km 毎時の自動車の速度記録を樹立した。 1911年4月23日には、ベートナビーチで、ボブ・バーマンの運転で1マイル以上で、平均 228.1km 毎時の速度記録を樹立して1907年に、グレン・カーチスが彼のカーチス V-8 自動二輪による、非公式の陸海空の絶対的な速度記録を破った。バーマンの記録は1919 19年まで維持された。 1914年以降サーキットでの競争のために再組み立てされ、1923年に壊れるまで複数のレースに出場した。他の複数の車両は 200HP を出した。ありがとうございます。